大純宗明治43年12月2日は、日本の武士、幕臣、大倉官僚、政治家である、男尺、美濃国黒野の豪農の三男として生まれる。高下元年江戸に出て、大垣藩用人に、武家暴行した後に旗本など奉公先を転々と、するが、長崎武行牧義政の難度役として、海江五年のオランダ施設来訪問題に対応し、続いて、 箱館奉行坊りり広氏の容人として、その唐札、江戸地巡回に随行するなど対外問題に遭遇。さらにその経験を、大阪町奉行、鳥居忠義に買われて、貿易問題を担当して、同家の家老として抜擢された。とば伏見の戦い直前に、殺兵隊に属する御家人の株を買って、爆心となり、ほどなく、指図役に登用され、最終的には、 殺兵大佐指図役、頭取旗本となる。江戸会場前後、同体の新政府に対する徹底抗戦路線には、従わずに、江戸会場後は新政府軍に従った。明治維新後は新政府に入り大倉官僚として、活躍する。特に、渋沢栄一山江島ひそか、杉浦愛蔵ら旧幕臣の登用を、大隈重信や伊藤博文らに進めた功績は、 特筆すべきである。だが、それが原因で爆心嫌いの大久保利道から憎まれていた。そのため、大久保が大倉京に就任して政権の中枢を担った時代には重要ポストから外されて干されることになった。大久保の没後、大熊や伊藤が政権の中枢に立つようになるとようやく再評価されて大倉大輔を務めたが、 実務官僚の地位に止まった背景には、大久保政権下の不遇時代が尾を引いたからと言われている。退官後は、貴族院議員となった。異界勲章東庁男の合圧師実業家の合、清之助は次男。四つを、小作は数え2歳で、三菱財閥の創業者、岩崎弥太郎の養子となると同時に、岩崎豊か渡ると解明。 実刑の聖之助同様実業会で活動した。昭和天皇の自従長を務めた入江今正は岩崎豊か渡るの娘婿であり、実業家の岩崎正太郎は豊か渡るの長男である。旧男のついたちを座り、聖之助の養子となって、男爵を継ぎ、稲葉正縄の娘を妻とした。長女の幸子は、東京川崎財閥の二代目当主、二代目、 川崎八重門に嫁いでおり、東京川崎財閥の三代目、当主、川崎森之助は、純蔵の孫にあたる。また佐藤総編流司法案八代家元の石原、恵子も、純蔵の孫にあたる。次女の英子は学習委員女学部卒業後、大東海上火災保険社長、北田彦三郎に嫁いだ。おいに、十勝経済界の重鎮となった、中島武一がいる。 ありがとうございます。